三笠宮家の彬子さまは午前10時過ぎ近鉄津駅に到着されました。彬子さまが公務で三重県に来られたのは2017年4月に伊勢市で開かれた全国菓子大博覧会に臨席されて以来7年ぶりとなります。津駅に到着された彬子さまはその後鈴鹿サーキットへ向かわれ、初めての春開催となった F1 日本グランプリに臨席されました。